どうも皆さん、こんにちは。視聴者様から早く6周年記念パック配布金動画出せや出せやという脅しが来ておりまして、あなたたち、もう、ヤクザじゃないですか。クラクラチャンネルの、ケースケです。ポッポーということでね、6周年記念パックがね、やってきておりまして、前回の動画でね、自分ヒーローの本、まあ、これね、たくさん買えてね、20冊ぐらいまで買えるんですよ。ただ、ヒーローカンストしてるし、ダクエリのルーンさ、これもね、ダクエリユニット、自分カンストしてるんで、買っても意味ねえなっていうので、ちょっとね、公式さんにね、サブサブアカの方で壁リングが130個ぐらい手に入るようなパックやってきてたんで、そっちに変更できませんかって聞いたらね、なんかタウンホールごとにパックとか決まってるらしくて、ちょっと無理らしくて、変更できなかったんですよ。なんかね、頼めばね、変えてくれたり、パックとかね、高いパックとか出してくれるっていう話はあったんですけど、できなかった、できないらしいです。でね、もうね、視聴者様が、いやもうカンストしててもお前買えやっていう圧がもうすごいんで、今回はね、もうわかりました。もう皆さんのためにこちらの6周年記念パック、こちらを廃課金して、マジックアイテム、大量に手に入れたいなと思います。はい。じゃあね、早速買っていくんですけども、こちらのね、11,800 円のやつは2回購入することができるんですよ。なので、合計ヒーローの本12冊、建物の本16冊、そしてゴールドのルーン10個、ダクエルのルーン、10個手に入ります。で、こっちのね、6000円の方はね、4回買う、買うことができるので、ヒーローの本が8冊、建物の本8冊、ゴールドのルーンが8個、ダクエルのルーン8個、というね、もうめちゃくちゃ手に入るパックなので、これね、タウンホール中に揚げたての時にやってきてほしかった。なんですが、早速ね、購入していきたいなと思います。はい。じゃあね、6周年記念パック、11,800円の方ね、まず1個目。買っていってね、はい。手続き完了しまして、で、どう？来た来た。あ、来た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 。建物の本が8冊。そして、ヒーローの本7冊。で、ゴールドだけのルーンが5個ずつ来ております。いや、すごいな、やっぱり相変わらず何度見ても。でね、俺パックね、エメラルド付きの方がね、嬉しいんですよね。エメラルド付きね、ちょっと出した方がね、多分ね、購入する人増えると思いますよ、公式さん。はい。じゃあね、これで、2個目買っていきまして、建物の本16冊の、からのヒーローの本13冊とかになっております。もう、意味ないからね。ヒーローレベルとかさ、もう当分新レベルとか出てこないですかね。このヒーローの本、消費する日、来ねえんじゃねえかなって思うんですが、じゃあ6000円のパックの方をね、買っていきましょう。はい。じゃあね、マジックアイテムが増える瞬間、これをね、見たいなと思いますね。いきますよ。今、建物の本16冊。で、ヒーローの本13冊だったじゃないですか。で、ゴールドのルーンとか、ダクエのルーンとかも、どう？あはは、増える瞬間。増えた。ほんとだ。こういう風に、増えるんですね。いや、結構、面白かったですね。増える瞬間、マジックアイテムが増える瞬間、面白いですね、なかなか。はい、じゃあね、これで何回目だっけ？結構2回目の購入かな？ 2 回目の購入になりますんで。またまたね、増えていく瞬間はね、皆さんにお届けする、そんな動画になっております。何この動画？何？需要あるの？ないでしょ？はい、じゃあね、3個目、購入していきまして、これで、あ、来ましたね。はい。建物の本22個。ヒーローの方、本19個。てか、建物の本と、ゴールドのルーン、これだけあったらさ、なんかもう、カンストできちゃいそうじゃない？なんかちょっと今度、タウンホール中に施設カンストするまで、終われません生放送やりましょうか。はい。じゃあね、ラスト買っていきまして、これね、ヒーローの本がね、21個まで増えると思いますね。どう？あ、来た来た来た。購入手続きが完了して、はい、来ました。よいしょ。建物の本24個。ヒーローの本21個。無駄にありますよ。無駄にあるな。どうしよっか。これもう、ヒーローの本さ、もう、多分、新ヒーローとかも多分来る気配も多分ないと思うんですよ。ないと思うんで、新しいヒーローレベルも来ること当分ないと思うんで、じゃあもう、ヒーローの本売ったら何円目ぐらい手に入るかね、ちょっとね、やってみましょうか。じゃあね、今からもうヒーローの本全部売ります。全部売ってね、何円目もらえるかにちょっとやっていきましょう。てか、売ると何円目だっけ？俺ちょっとわ、何円目だっけ？結構もらえるよね。旅商人とかから結構さ、数百円目でさ、ヒーローの本買えんじゃん。だから50円目しかもらえないの。待って、じゃあ売ったとしても、1050円、待って、50でしょ？ 10 個売って500の、1050円目しか手に入らないの。なんでブックオフじゃん。安っ！ヒーローの本50なんだ。待って、ルーンは？ルーンはいくら？ 50、あ、ルーンとか50円目なんだ。ポーションは？ポーションとか10円目なんすね。
あ、50円目。なんだ。まあいいや、もう。だってもうね、余ってても、持っててもしょうがないんで、もうガンガン売ってね、エメ、少しでもエメに還元していきたいなと思います。はい、見て。これ、ガンガン売ってるから。ガンガン。ヒーローの本。今、はい、5個売りました、6個。売っていきまして。いやいや、待て待て。ちょ待て。メンタルに来るな、これ。待って、俺47,600円か。払ってさ、5万円近く、もうぶっ込んだんですよ、携帯に。5万円ぐらい。それをやって、これ全部売って、1050円目しか手に入らないと。待って、やだ。なんで、廃課金しろって圧かけたやつ、お前ら、ほんと、ほんと、血も涙もないよな。待って、なんかメンタルに来るな。なんで俺ヒーローの本全部売ろうと思っちゃったんだろう。てかさ、よう考えたら、元取れてんのかな、これ売っちゃったら。いや、でも、建物の本とか、ちょっと待って、時短するとさ、時短すると、あ、でも1604円目とかかかるんで、建物の本24個とか、ゴールドのルーンだけで、結構元取れてるはず、と信じたい。だそうだよね、多分。もういいや、もうやけくそよ。何このやけくそ動画。もうやけくそや。あ、わかって、で、オッケーオッケー。1400エメから1500エメに、今なってますね。で、ラストヒーローの方を売っていって、はい。21冊、ヒーローの方を売っていきました。まあ、あれですよね。多分、でもさ、ゴールドとかもさ、満杯にしようと思ったらさ、結構な額いくじゃん。2927エメ。それを、まあ、マジックアイテム、ゴールドのルーン18個あるんで、まあ、29000とかの、うん、そうです。も、元は取れてるよ。元は取れてるけど、なんだろう、やってて、俺、悲しくなってきたんだけど。はい、じゃあね、さっきね、タウンホール12施設完走するまで、終われません、生放送やりますって言ったんですけれども、建物の方24個足りるのかどうか、ちょっとね、今からね、数えていきたいなと思います。ね、ちょっと待って、とりあえず、まだ完走してないのが、1、2、3、4、で、5、6の、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24。あ、じゃあ、あと、大砲二つと、大砲二つの、あと、ああ、そっか、迫撃砲と、迫撃砲。で、ああ、あと、テスラか。テスラとかが足りないのか。このね、テスラ何段階か上げれるやつ。あと、トラップか。も、上げれるんで、ああ、じゃあ、これなんか、あれだな。じゃあ、建物の本とか、ゴールドのルーンとかは、生放送中に、こう、25グッドもらったら使っていくとか、登録者増える、10人、20人増えるたんびに使っていくみたいなやつやれば、これ、カンストいけちゃいそうな、おいにがするんで、じゃあ、近日、タウンホール12、施設カンストするまで、終わりません生放送、開催したいなと思います。よいしょー。いやいやいや、早いもので、壁以外施設カンストする日が近づいてきましたよ、皆さん。だからね、まあ、早ければ、日曜の明日に、やりたいなと、思いますので、まだ、なので皆さん、応援の方ね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はですね、6周年記念パック、廃課金して、で、もういらなくなったヒーローの本21冊、全部売ってみたっていう動画、お送りしていきました。いやね、まあ、とりあえず、これで満足みんな。廃課金したよ。廃課金して、もう売ったよ。いいこれで。で、さっきも言ったように、ゴールドのルーンとか、あとは建物の方めちゃくちゃ手に入ったんで、これを使ってね、早ければ明日にでもタウンホール12、施設カンストするまで終わりません生放送やりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、本当に、この動画ね、ためになったなって思う人いないと思うんですけど、廃課金してくれてありがとうって思ったら、グッドボタンやコメントの方、お願いいたします。47,600円使ったかんで、ね。で、最後にね、おすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方も、ぜひぜひ、ご覧ください。はい。47,600円の動画これが